パティシエとは、菓子製造人のことで、洋菓子やデザートを作る職人を指す。女性は、パティシエールとなる。パティシェはゴキパティシエと呼ばれる、菓子職人が作る菓子、デザートなどは、味の美味しさだけでなく、見た目にも配慮されており、芸術作品を思わせるものもある。欧州では女性に、人気のある職業であり、パティシエの半数は、 女性で占められている。しかし、フランスでは女性がこの職業に携わることは少ない。なお、フランスでは国家資格であり、パティシエは日本の医者に値するほどの社会的地位を持つ。パティシエの仕事は長時間の立ち仕事で、細かい作業から力仕事までこなさなければならない。2004年度の統計によると、 日本のパティシエの人数は年々減少傾向にあり、特に男性が減少しているという。それに変わるように女性の進出が目立つようになり、最近ではオーナーからスタッフまで全員が女性という、菓子店も珍しくなくなってきている。アブラハムボス、菓子職人中世のフランスで、生体配慮用のパンや焼き菓子を作る職人である、オブロワイエが、器や、 パイ生地などに肉や魚を詰めて焼く料理、パテ料理を作る仕事にも従事するようになり、パスティを作るものに分化し、やがてパティシエになったと言われている。1440年のパリ奉行による身分規定の中に、パティシエという職業が記録されている。当時は、各々の職業区分と業務内容に対する制約が強く、 パン屋には砂糖を使った菓子を焼くことは禁止されており、菓子作りはパティシエの特権とされていた。パティシエになるには、徒弟として5年修行を経た後、試験に合格すれば職人の位になり、さらに3年働いた後に組合に親方昇級作品を提出し合格する必要があった。店主の息子は希望すれば、徒弟の期間は免除された。こうした組合制度は、 ルイ16世の時代まで続いた。フランス革命の後、社会制度が大きく変動するとともに、多くのパティシエは貸し作り専業となったが、今日のパティシエの認可制度にも親方による実地教育といった都定制度の名残がある。日本でこの語が使用され始めたのは2000年前後と思われる。主にスイーツと呼ばれる。 洋菓子やデザートを作る職人の名称となっていて、和菓子職人をパティシエと呼ぶことはない。フランス語圏では、以下の国家資格となっている。日本では、職業訓練指導員、菓子製造技能士、聖火衛生士資格が存在する。国家最優秀職人賞受賞者も参照。ありがとうございます。